こんにちは。今日はちょっと弟と1年ぶりぐらいに会ったんですけど、ちょっと留学に行ってた弟と今から兄弟3人で買い物をしていきたいと思います。あんまりね、弟はちょっと物欲とか服にね、あんまりブランドとか興味ないよね、うん、だからちょっとうちら2人が選んだりとかして、押し付けてね押し付けこれ着ろっつって、うん、押し付けて、はい、ちょっと弟の買い物をしていきたいと思います。誕生日とかもね、何も買ってないので今年は、はい、今から向かいます。それ好きだね、マジで。行ってきまーす。ありがとうございます。よいしょ。これ可愛いよね。可愛い、これ可愛いね。え、でも白のがいい。白のがいいね、白のが絶対可愛い。あ、可愛いじゃん。可愛い。これ可愛いね。え、でしかも使えそうだし、なんかいろいろね。可愛いね。うん、可愛い。それ可愛いね。じゃそれと靴で。こちらの靴で。はい。マジない。どこで買ったの、そのズボン。靴もズボンも。はい、まず1点目、お買い上げ。ちょっと待って。お買い上げ早く早急に着替えてほしいよ本当にこれはこういう、これって何？ああ、なんか主張激しくないからさ、主張が激しくないじゃん。主張激しくない。そっちにしたら、それかわいいよ。これかわいい。可愛いね。うん。え、可愛い？気に入った？じゃあ買いね。早く。これ、あ、じゃあすいません、これ一つください。2点目。イエーイ。まだまだ顔。長いね。道のりは長いよ。道のり長い。これ可愛いね。これ可愛い。ね。さっきとしかもなんかちょっと形とかも違うしさ、いいんじゃない？どんな服とかにも合いそうだし、それにしなよ。3店舗目。見して。まだまだ買うよ。あなたはちょっと洋服と靴がダサいから、ちょっと買ってお願いだから。私が買うの。これ可愛いな。あ、可愛い。すごいオーバーサイズだけど可愛い。かわいいね。かわいい。全然見てたよりかわいい。実物よりかわいい。着てた方が。そのズボンと靴はなんなん、マジ。早く着替えてほしいな。ズボン買ってないね、まだ。まだズボン買ってないね。ズボン買おうよ。じゃあ、あれじゃん。Y3でいいじゃん。それ買いなよ。かわいいよ。ね。それいいじゃん。買おう。じゃあこれ1個ください。もう着て帰っちゃえば。逆に？え、いいんじゃん。欲しいよね。カメラ。鏡。私のだ。着て帰りましょう。バレンシアガは？あ、これ着てる。いいね。Y3 行こう。あ、片方そういうことね。そう。けどなんか作業してて、なんか難しそうこれ合わせ。そう。ああ、可愛いね。他の人もいいよね。え、一旦いいね。ぴったりだな、すごい。え、いいじゃんこれ。うん、それ可愛いよ。あ、こっちの方が可愛い。絶対に。情報。そうだね。絶対こっち。絶対これ。それだった。合わせやすそうだし、可愛いし。じゃあすごいちょうどいい。じゃあそれで、はい。はい、お買い上げ。小銭入れ次買いに行こう。小銭入れちょっとボロボロだからね。うん、今のより全然使いやすい。これにするじゃん。うん、こっちじゃなくて。札とか入んなくていいの。札いつも。自分で使いやすそうなやつにしな。じゃあそれで。はい。使いやすそう。確かに可愛いね。いいね。でも意外とまだ何個 ?1、2、3、4、5 で今意外とではないヘンリーであと1個で6個6品なかなかだよ。いいじゃんいいじゃん。ああ可愛いじゃん。そっちの方が可愛い。チクチクもしないし。チクチクしない？うん。それ可愛いじゃん。いいじゃん。ちょうどいいじゃん。黒の方がよくね。うん。てか黒にさそのさ見てなんだっけさバレンシアガ着てみて。白も一回着てみなよ。白とじゃあそのニット顔。疲れてんじゃん。ありがとうございます。雨降ってるじゃん。さあ終了。終わった。とりあえず戻ろう。はい。ちょっと帰宅したので、開封して軽く商品の中身を紹介するのと、でね一応いくらだったかみたいなのをちょっとね動画的に言わなきゃいけないかなと思うので。一つずつ紹介していきたいと思います。まず Y3 か。 Y3 何買ったっけ？ Y3 は靴だね。開けちゃうよ。うん。私が先に開けていいの？一発目。いいよもう履いたから。かわいい、うん、でもこれはね安かったよね。5万5千円。5万5千円。はい。思ってるより Y3 初めて私あんまり見たことなかったけど。はい。次サンローラン。サンローランは何買ったっけ？もう忘れちゃうよね。サンローランあれバッグ買った。なんかシンプルでいろいろ使えそうだよね。これか。かわいい。普通に斜め掛けにしてみたいな。はい。バッグね。これが9万7千円。はい。次フェンディ。フェンディで小銭入れだったよね。確かフェンディ小銭入れかわいかった、うん。普通にシンプルで。あなた財布持たないもんね。うん。これも普通に可愛い。うん。小銭入れが4万7千3百円。はい、じゃあ次オフホワイト。これは最後に買ったもんね。出しちゃうよ。うん。T シャツ。これはね、結構もう使えるよね。うん。可愛い。これも可愛い。うん、着心地もめちゃくちゃ良さそう。かわいいね。袖のとこもね。うんね、ここかわいいよね。うん。かわいい。あったかそうだし、はい。で、これが15万7千3百円。はい。次バレンシアガ。バレンシアガはあなたずっと着て帰ってたから。そうだね。これね。着て帰ってた。うん、かわいい。ここ置いとくよ。うん。これはね、普通にもう使える。あれめっちゃ可愛かったね。これは22万1100円。ジャケットだからね、そんぐらいだね。次あと2つ。あと D さね、あと2つか。ディオールとさね、ジバンシー。じゃあ次ジバンシー。はい。いや待って、ちょっとやばいかも。なんで？普通にちょっと今計算してんだけど結構いってる。マジ？うん。まあいいか、後で。いいの変えたし、いいじゃないですか。ジバンシーもね、めっちゃ可愛かった、普通に。可愛かったね。一番最初に買ったんだよね。一番最初だったね。そうだね。可愛い。可愛いよね。ここチャックになっててね。履きやすいよね。結ばなくていいから。ね。と、シャツか。ちょっとシャツ開けていいの？シャツいいよ。いいの？これ可愛いね。ここにジバンシーって書いてあるね。ポケットのところ。シンプルなのがいいよね。あんまりなんかさ、ブランドしてるよ。やっぱ主張しすぎない方が。そう。はい、ジバンシー。これいくらですか？16万1700円。2点だからね。じゃあ次、ラスト、ディオール。いや、ディオールも可愛かったね。ディオール、めっちゃ可愛いね。可愛いね。なんかさ、サンローランでさ、バッグ見つけた後に、直後にディオール見たの。こっちも可愛いってなったよね。でも形違うからどっちも買ってよかったよ。絶対可愛い。うん、これ女の子レディース用もねあるけど、めちゃくちゃ可愛いねこれ。男はやっぱ無視だね。それではラストの金額27万5千円。おお、待って、大体いくらかもうちょっと想像できてない。すごい普通に。嘘。うん。え、言っていい？いいよ。101万5千3百円。すごいね。おお、いいね。100万やっぱ超えてたんだ。なんか超えてのもうどうなんだろうね。超えたか超えてなんか分かんなかったけど超えてたんだね。でも全部可愛かったし。そうだね。番外編で私も自分でネックレス買っちゃいました。この蝶々のやつ。バンクリでこの蝶々のやつを買いました。まあ、他はね、ほぼっていうかもう全部弟のものです。はい。こんな感じでね、これを機に脱ダサ男になってほしいなって思います。まあね、値段じゃないのは分かってるんですけど、久しぶりの再会っていうこともあるし、まあ本当にいい買い物ができたなと思うので、姉としても満足でおります。まあまた機会があったら、ちょっと買い物の、まあ今まで撮ったことがなかったので、撮ってみたいなって思います。また見たい動画とか、やってほしい企画とかあったら、ぜひコメント欄でも何でもいいので、教えていただけると嬉しいです。はい、それでは今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価、ロッカーお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。はい。